こんにちは。カナダ財事の山達です。FDA 情報公開55年後、カマラハリスの噂、副大統領を追い出しということで話をしていきたいと思います。はい。えっと、今日2本目の動画です。1本目の動画ね、あの、すごくいい朗報みたいなものなんですが、まだご覧いただいてない方、後ほどぜひご覧いただけたらというふうに思います。はい。えっと、では行きます。FDA に情報開示請求ということで、えっと、ファイザー社のワクチンっていうのが8月に正式承認されました。 で、その時に使われていた資料の開示請求を、エール大学であるとか、ハーバード大学であるとか、あとマサチューセッツ大学、まあ、とにかく名だたる大学の教授とかが今要求しているんですね。で、まあそれを一つの、えーまあ、弁護士事務所が束ねて今戦っているわけなんですが、FDA は情報開示で合意はしているんですね。当たり前ですよね。もうすでにあの正式承認していますからね。 ただ、開示をするスケジュールで今ちょっとごたごたしていて裁判所の仲裁を求めているというところがあるんですね。FDA は、一月あたり500ページのペースで資料の開示をしますよというふうに言ってて、これね、確かにあの通常のやり方なんですよ。大体は、あの、一月で500ページから、まあ、よくて600、700ページぐらいっていうのが通常のペースになるわけなんですね。 ただ一方で、この正式承認で使用された資料って、多分これあの緊急使用許可のものも含めてると思うんですが、全部で32万9000ページあるんですよ。で、これを500ページのペースでやってったら、658ヶ月かかるわけなんですね。つまり55年かかるので、2076年にようやく今正式承認されている資料が全部日の目を見るっていう状態になるんですよ。 そんなバカなっていう話じゃないですか。なので、原告側はいやいやいや、108日後の2022年3月3日までに全て出せというふうに要求しているわけなんですね。はい。で、今回、えっと、その裁判の中でお互いどんな主張をしているのか、この訴状というか、これあの、合、なんだろうな、えっと、合同文書みたいなものになるんですが、お互いの原告側、被告側の意見がまとめられた、そういうものになるんですが、それをね、ちょっと簡単にまとめていきたいと思います。まず、FDA 側の主張としては、 黒塗りする箇所の吟味に時間がかかると。で、確かにこれ2015年のね、直近で言うと裁判のところでも、同じような主張をしたことによって、えー、っと、原告側が求めてたよりも、かなり遅いペースでやることは認められています。はい。まあ、なので、これは結構、あのー、 通りそうな意見にはなるわけなんですが、えっ、ー、と、FDA なんですが、情報開示の担当部署は CBER っていうんですか、そこスタッフ10人しかいないようなんですね。なので、マンパワーが足りないと。で、今、約400件の情報開示請求を、この話だけじゃなくて、他の薬品とか食料、食品とかね、そういうもので寄せられているから、まずそれへの対応もしないといけないし、で、あと6件の開示作業、今、黒塗り作業をしている真っただ中だから、その、 いきなり1ヶ月で8万ページ確認しないといけないっていうのはこれもう無理だというふうに言ってるわけなんですね。はい。で、500ページパー付き、まあ月に500ページごとなら、その、あなただけじゃないとお客さんは。他の人もいるから、他の要求にも対応できるようにできすることができるから、あの、我慢してちょうだいと。 いうようなことを言ってるわけなんですね。うん、わからんでもないよねっていう話なんですが、これね、原告側の主張を聞くとね、FDA 何言ってんだって話になってくるんですね。あの、ファイザー社は2021年5月7日に FDA に正式使用許可を求めて資料を提出しました。そして、8月23日に正式承認されたわけなんですね。慎重に有効性、安全性を確認するのに費やした時間っていうのは108日間なわけなんですよ。 にもかかわらず、資料の再チェック、黒塗り箇所の確認するだけに、同様の時間では余るぐらいのはずにもかかわらず、2万日も必要ってどういうことだっていう話なんですよ。なんで55年間も必要なんだっていう話なんですよ。 それだったら別に108日間で全て精査することできたのであれば、もっと短時間でできるでしょっていう主張で、うん、確かにそうだよねっていう話なんですよね。はい。えー、っていうようなことを今原告側は主張しているということで、これさすがにね、あの、ロイター、ロイター通信も55年ってどういうことみたいなそういう記事を書いてるので、あの、ちょっと FDA はね、 ちょっと無理があるかなというふうに思いますね。まあ、ここは裁判所がどのような判断をするのかっていうところなんですが、はい。ちょっとこれはね、推移を見守っていきたいと思います。はい。という、びっくり裁判があるよっていう話でした。では、えっ、ー、と、もう一つ、カマラ・ハリスとバイデン不仲説に関するお話をしていきたいと思うんですが、今、その大統領と副大統領かなり仲悪くなってるよねってことが囁かれているんですね。これ、えー、カマラ・ハリスのその個人のアカウントなんですが、えっ、ー、と、法案に署名している時ですね。見てください。 なんか、大統領シールがですね、なんか、ぼやかしされてるんですね。これで、え、どういうことってなって、嫌がらせし,して、嫌がらせしてんのみたいなこと話題になったんですよ。はい。ただ、これはですね、嫌がらせとかではなくて、えっと、個人の投稿で大統領シールって使うことできないみたいなルールがあるそうなんですね。実際のトランプ大統領も自身の Facebook の投稿でこうやってぼやかしを入れてるということなので、あのー、これは、正式なことだということです。 とはいえ、このホワイトハウス内部での紛争バイデンとカマラ・ハリスの間で明らかに仲が悪いことが起きているよねっていう話に関しては CNN も報じて FOX ニュースも報じているのでまあ、間違いないんじゃないっていうふうに言われているんですね、もともとジャック・ポソビックさんっていう方がそのホワイトハウス内部の関係者とつながりを持っているんですねで彼が8月の中旬ぐらいからなんかどうやら仲悪いらしいぞみたいな話をし始めてたんですよ。 で、えー、ついに CNN が先に報じて、で、その後 FOX ニュースが続いて、みたいな感じになっているので、結構現実味がある話なわけなんですね。で、原因としては、中間選挙を見据えて民主党内部でかなり危機感が出てると、バージニア州は負けた、ニュージャージー州圧勝するかと思ったらギリギリだった、で、他の州で負け負け負け、で、さらに世論調査が悲惨なことになっているということで、かなり焦ってるということなんですね。 で、例えばこれがその世論調査に関するものなんですが、これ、支持率から不支持率を引いた数字なんですね。普通だったら、支持率の方が上になりますから、ここ、0から見てプラスになってるのが、まあ、普通の政権といえば普通の政権なんですね。ただ、もう今ではですね、バイデンが、不支持率の方が7.6ポイント上回っている。ハリスに至っては10%以上上回ってる状態になってるということなんですね。 でなんか歴代最低の数字を今の副大統領は叩き出してるみたいなことも言われていますね。こんな感じで世論調査がちょっとやばいと。で、それだけじゃなくてもうさらに危機感を覚えさせたのはこれですね。あの、ちょっと前に動画の中でちょろっとお話しした ABC ニュースとワシントンポストが合同で取った世論調査ってやつで中間選挙で共和党、民主党どっちに投票しますかっていう、えー、世論調査をしたところ共和党がもう圧勝なんですよね。 で、51%っていう数字なんですが、これ過去40年間で最高の数値なんですよ。今まで一番良かったのは、あの、ブッシュ政権が誕生した時ですね、あの時の50%が最高だったんですが、さらにそれを上回る数字になっているということなんですね。えっ、ー、と、まだあの、オバマ政権誕生した時のあの、熱狂のところには見立っていないんですが、でももう似たような状態になってきているということを考えると、 まいかに今の民主党がまずい状態になっているのかが分かると思います。はい。えー、でそんな中あのー、今もう副大統領を辞めさせるんじゃないか疑惑が今出てるんですよね。下院議会が何かしらのポストの承認投票の準備をしているというような報道があったということなんですね。でえっ、ー、とこれに関してはその 各省の長官であるとか大使、最高裁判事などは大統領が指名をしてで上院議会が承認するっていうのが普通なんですが、普通下院議会って関わらないんですよ。でも唯一下院議会が関わるところがあって、それが副大統領なんですね。 新たな副大統領の承認に関しては、これ大、新しい大統領が新副大統領を指名してで、上院下院の過半数の賛成が必要になるということなんですよ。なので、下院が動いているということは、副大統領変わるんじゃないっていう、そういう疑惑が今出ているわけなんですね。 そうなると、二つ、あの、道が、道というか考えられるところがあって、まず一つ目は、ちょっとまあコートパッキングするかどうかわからないんですが、らブライヤー、ブライア最高裁判事ですね。リベラル系の判事なんですが、あの、結構な落としなので、今、引退するかもしれないっていう噂があります。まあ、その人が引退するか、またはコートパッキングって言って、最高裁判事、今、9人なんですが、それを15人まで一気に増やすか、まあ、どちらかをやって、とりあえず最高裁判事に空席ができたところで、そこにハリスをポコッと入れると。 で、そうすると、なんか変ないざこざもなく、ハリスもちょっと嬉しい状態で、えー、ホワイトハウスから追い出すことができるわけなんですよね。で、それでバイデンが新しい副大統領を指名して、で、その人を承認させるというのがまず一つ。もう一つは、副大統領が辞めるんじゃなくて、大統領が辞めるパターン。バイデンが辞めて、で、ハリスが、えー、大統領に昇格。 そして、えー、副大統領に誰かを指名するパターンのどちらかが考えられるわけなんですね。まあもちろんどっちが遅るのかよくわかりませんが、えーまあ、両方とも今可能性があるわけなんですね。えっ、ー、と、まず今日なんですが、えー、カマラ・ハリス大統領代行が一時的なんですが誕生しています。これがその指示書みたいなやつになるんですが、 今日、バイデンなんですが、定期診断というふうに言ってるんですが、腸の内視鏡検査を受けに行ってたんですね。はい。で、その検査の間は、大統領権限ハリスに移情しますよっていうようなことを出してて、あの、修正憲法第25条に則っ,ったやり方ですね。はい。ということで、一時的ではあるんですが、ハリスに大統領権限って移っていたっていうところがあるわけなんですね。で、バイデンなんですが、もうこれ誰しもが知ってますが、かねてから健康状態であるとか、認知機能をかなり疑問視されている点があるわけなので、その辺のことを踏まえると、 どうなのかなっていうところがまずあるわけなんですね。はい。で、ちなみに今日この検査終わった後に記者団の質問に答えたわけなんですが、えその中でその明日、明日はおじいちゃんの誕生日なんですよ、79歳の。で、明日58回目の誕生日を楽しむよっていう、あのちょっと何言ってるのか分からないことを言い始めたんですね。あの今、今59、 9歳ぐらいになな、なるるのかそうとね。はいえー、っていうようなよくわかんないことを言い始めまして、検察遺伝で、ね、若返りの施術を受けたのかもしれませんが、まあそれで今からやる気満々になるかもしれませんけどね。はい。とりあえず、えー、っと、そんな感じで健康状態の不安とかもあるので、もしかしたら大統領が抜けるかもしれないよねっていうケースもあります。もう一つはやっぱり副大統領抜けるかもねっていうところで、 この方ですね、えっ、ー、と、アシュリーさんだったかな、えー、ハリスを担当している報道であるとか広告担当の、まあ、長官って言っていいのかわかりませんが、長官の地位についていた人が、なんか辞めるそうなんですね。で、この人もともとオバマ政権、えっ、ー、と、オバマスタッフ、ペロシスタッフを経験していたような結構有力な人物になるわけなんですが、この人が抜けるということなんですよ。 で、元々1年だけの契約ですよみたいな話もあるらしいんですが、今一番言われているのは、そのホワイトハウス側のスタッフと、その副大統領側のスタッフの間に明らかな圧力があると。で、これが原因で抜けるんだみたいなことも言われているわけなんですね。まあ、どっちが本当なのかわかりませんが、少なくともわかるのは、今いろんなメディアで言われている、言われ始めている時点で、ホワイトハウス内部はかなりゴタゴタしてるっていうところは間違いないのかなというふうに思います。はい。 で、えー、っと、民主党なんですが、その中間選挙で大敗することって濃厚なんですよね。で、上院、下院、両方で過半数を抑えている、今のうちに行動しないと、 中間選挙後では共和党の支持を得られずに副大統領は承認を受けられないっていうそういうかなり危機的な状況に陥る危険性があるわけなんですよ。なので民主党動くんだったらもう中間選挙の前じゃないともうどうにもならないっていうところがあるんですね。一つ疑問なのはあの会員は多分賛成多数でね、あの承認されると思うんですが上院議会どうするかっていうところなんですよね。今5050 50で綺麗にパッカリ割れてて で、そこね、副大統領を選ぶってなると、その副大統領によるタイブレイカーっていなくなっちゃうわけなんですよね。まあ多分、マコーネルがね、何の役にも立たないから、どうせね、彼が、あの、減り下ると思うんですが、えー、とりあえずそういうちょっと不透明なところもありますので、民主党としても動きづらいところがあるのかもしれません。はい。まあ、とりあえずですね、こんな感じで、えっ、ー、と、民主党としては中間選挙前に動かなければならない状態なんですが、 正直言っていいですか多分皆さんも思ってると思いますけど、<laughs> どっち抜けても変わらないんじゃないかなっていうふうに思いません正直 <laughs>。大統領抜けようが複二人とも一斉に抜けないと多分変わらないと思うんですよね。はい。で、えっ、ー、と、今ですね、僕,僕の中で一人民主党この人、次の大統領候補にめちゃくちゃいいぞと。この人出てくると、その多分トランプ大統領次出てくるんですよね。で、多分ポンテオさんが、あの、相方になるかもしれませんが、 いい勝負しそうな人が一人いるんですよ。その人をね、そのうちちょっと紹介したいなというふうに思います。はい。えー、とりあえず今回ですね、2本目の動画を上げさせていただきました。で、今日ね、時間間に合うかどうかわからないね、多分明日になると思うんですが、あの、カイル君の事件 っていうのが、あの、その、初めから何が起きたのかとか、それ全部、総集編みたいな感じでまとめた動画をランブルの方に上げようと思ってますから、ご興味ある方はぜひ見てください。で、あとは、ああそう、もう一個あった。あの、ペンシルベニア州でね、ちょっと選挙絡みの話ですごいでかい裁判が今始まったので、えっ、ー、と、それに関する話もしたいので、まあ、多分明日になるかな。はい。とりあえず、運良ければ今日出てくると思いますが、もしお時間あったら皆さんぜひご確認ください。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。